こんにちは、百瀬直也です。これから、東京五輪がオリンピックが開催されるのか中止になるのかについて、紹介したいと思います。でこの YouTube 動画だけで独占的に公開します。それでその内容なんですが、5人の超能力者に聞いた内容をまとめています。で私は百瀬直也と言います。職業は超常現象や地震現象研究家、そしてライター、ブロガーなどの、活動を行っています。そして、書籍、雑誌、ウェブメディアなどで執筆を行っています。テレビ のモーニングショーなどで紹介されて歌うこともあります。でそれからトカナですね、ウェブメディアのトカナというところで7年ぐらい前から記事をこれまで370本以上執筆しています。でオリンピックに関する世論調査ありまして、今2021年2月なんですが、つい先月1月に共同通信社が調査を行いました。その結果として東京五輪は中止すべき、あるいは再延期すべきという意見がなんと 80% もありました。で別に朝日新聞の調査によるともっと高くて 86% が中止あるいは延期すべきという意見となりました。でところが主催者側はどういう形だろうと絶対にやると、そういう JOC の森会長が言っています。それで私の知り合いの見える女性たちですね、超能力者たちなんですが、でつい先日2月4日にこの5人の女性たちにこの動画のためにだけにオリンピックはどうなるか聞いてみました。で5人とも非常に優れた秀でた超能力を持っている方なんですが、信じる信じないはあると思うんですが、その5人はまず茨城県の育代さんという、私がつけた仮名なんですが、以前から私のブログなどで自分が見た夢を私に報告してくださっていまして、以前は東日本大震災の津波の夢などを見ていました。次に秋田県の秋名さん、これも仮名なんですが、非常によく夢を見る方で、亡き家族が災害の夢を夢で知らせてくれるという女性です。で次に古谷よし子さん、ヒーラーの人なんですが、地震予知なども非常によく当たる人です。次に鈴さんという女性がいて、災害の夢を非常によく頻繁に見て、それをブログで公開しています。最後にヒプノセラピストマリアさん、でオールマイティな超能力者です。でこの5人に、五輪がどうなるかを聞いてみました。でまず茨城県の育代さんなんですが、過去に現実になった夢を例として紹介します。で2009年4月に地震の夢を見て原発が気になり始めました。で2011年の元日には自分の家の前が津波か洪水で水没した夢を見ました。これ場所は茨城県ですね。でその年の3月11日に東日本大震災が起きて、原発事故も起きました。で夢が現実になってしまいました。原発が気になっていたということがそのまま起きたということになります。で幸男さんがオリンピックの予言ですね、私が2020年3月31日に、オリンピックどうなりますかというふうに聞いた答えをメールで送ってくださって、
で、それによると私は開催されないと思っていますと。その前に首都直下か南海フットラックか分かりませんが、大地震があってオリンピックどころではなくなると考えるからですと。まあ、ただ現在の世界中のコロナ禍によって人々の意識が良い方向に変わればまた違うタイムラインが出てくる可能性もありますねと、そういうふうに書かれていました。まあ、これはあの昨年の時点なんですが、で再度あの先日オリンピックがどうなりますかと聞いたところ、その答えが2021年2月3日に返ってきまして、それによると表面上の感染者数が低下して IOC の会議で開催決定になると思いますと、入場者数を制限しての開催になるかもしれないということですね。で、ただ参加を辞退する国や選手も出てくると思い、変異ウイルスがどこまで拡散するか読めない部分も多くありますと。で、この流れで進んでも検査抑制の結果感染爆発が災害地震かもしれないで開催中止に追い込まれると考えていますと、そういう内容です。次に秋田県の秋名さんですが、でまず過去に現実になった夢で、まあ、東日本大震災で太平洋側の某所にいた婚約者と子供を津波で失ってしまいました。で彼女はあの秋田県にいて助かったんですが、でそういう悲しい出来事があったんですが、その後でその亡くなった家族が夢に出てきて災害などを事前に知らせてくれるようになりました。でそういうわけで頻繁に夢を見るようになりまして、で2029年10月8日に私に送られてきたメールでは、家が水に浸かったり電柱が倒れたり、あるいは自衛隊のボートが見えると、また水害でしょうか、水害が起きるんでしょうかという、そういうメールがあったんですが、でその後にどういうことが起きたかというと、まあ、2019年に台風19号で関東や東北地方で多大な被害が出て、自衛隊の救命ボートが出動しました。そして台風19号では多数の電柱が倒壊損傷しましたと。このように夢の通りになったということですね。で、あの2019年に私があのオリンピックどうなるかと聞いてみたんですが、その10月8日に送られてきたメールでこのようにありました。まず北朝鮮以外の国からミサイル発射があると、そういう夢を見ましたと。で、東京五輪は残念ながら中止になり、日本にとって最悪の1年になりそう。五輪どころではなく災害を起こりそうということです。で、去年の夢で3年間は要注意と話す方がいましたが、昨年は台風で大きな被害が出て、で、今年はコロナ。2019年のことですね。では来年はと考えてしまいますと。で、2021年2月3日に再度オリンピックどうなりますかと聞いてみたんですが、その結果の回答がメールでありまして、で災害から五輪は中止だと思います。で今年はいろんな面でオリンピックどころじゃない時代になると、そして人口がかなり減ると思いますと。今コロナでかなりの方が亡くなっていますが、さらに減ると思います。で、五輪は最初から見えていませんでした。日本に決まった時点で私は亡くなる、そう感じていました。もうオリンピックは亡くなると感じていたそうです。